きました。僕んちのラーメン落書き。ここのねラーメン屋さんもね美味しいって聞いたんでね、やってきました。行ってきます。定休日は水木、営業時間は11時から14時、日曜日は朝10時からやってます。落書き、押し流し、まあおすすめをいきますか。食券はこちら、はい、これね、1200円。麺の量、はい、何すか麺の量って、大盛りに無料でもできます、はい、あ、無料で大盛りできるんですか、はい、じゃあ大盛りで、はい、お願いします、はい、お待ちください、はい、すいません、こういうのをやってるんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お待たせしました。あのこのチャーシュー、大盛りですね。はい、ありがとうございます。いただきます。起きたよ、起きたよ。煮ぼとんチャーシューいただきます。お、メンマは四角いおしゃれです。手打ちだのかな、手打ち太麺かな。濃厚です。あ、煮干し効いてます。すごいな、スープがクリーミー。チャーシューいただきます。チャーシューを汁につけて食べてみます。うんうんうん、なんか独特だな。チャーシューなんか黒胡椒が効いてる感じが。独特の麺とスープ。これ器がね深いからね、意外とね量が奥にずっしりね麺が詰まってる感じ。はい、麺も、はい、卵、しかも大盛り無料ということでね、非常にお得感を感じました。美味しくいただきました。本日はね、静岡県掛川市の僕んちのラーメン落書きさんからでした。バイバイ。